すべての始まりはファクトリー。ちょうど1年前、9回目のアメリカツアーを終えた3匹の狼たちは俺たちの前に姿を現した。爆裂ロッキンロールトリオ、ギターウルフ。ウルフのロックがハートを直撃、惑星ギターの爆音スペシャル。何が起こるか分かんねえ。1回目のアメリカツアーはコロンバスからアクセルオン。
ショーが終わるのはだいたいミッドナイトの2時3時。ヘトヘトになったウルフにはキッズのサイン攻撃を待っている。中にはヤバいやつもいるし、あばずれた女もたくさんいる。このイカれたシボレー正常期バンドも持ち主クレイジースティーブ、アメリカでの全てのコーディネーションをやってくれる俺たちの頼もしい兄貴だ。もちろん全てボランティア。ジャパニーズスラングを駆使しては俺たちを笑わせてくれる。何を隠そうやつこそニューヨークガレージシーンのカリスマ、デビルドックスのベースボーカル。レッドジーか。日本語いっぱい知ってるね、その手の。その手のは詳しいから、ね。その手しか知らない。十分。コニュ。Last night、コロンバスのステージでドラムをぶっ壊してしまったトールは、今夜のクリーブランドでのショーに備えてドラムショップに向かった。アメリカでは国がでかいせいか、ショップは楽器ごとに分かれている。ロード中こうした光景が幾度となく繰り返される。あー、これすげー楽そう。座り心地いい。すっごいやりやすそう。つかやりつそうだけど楽。好みのシンバルをゲットするためシンバルを叩きまくるトール。チャイナ欲しいな。今度Z2 とかで、ナナーン、ロケンロン、パン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 ってやりたいんだけど。ツアーバンに乗ったトールは、早速スネアのメンテナンスに取り掛かる。ウルフのような激しいステージには、常にトラブルがつきものだ。バンの中はスティーブが選曲したグレートなロックンロールで満たされている。ツアーバンドは機材搬入から T シャツやレコードの物販まで何でも自分たちでやる。 Do it yourself の国アメリカ。自分である程度のメンテナンスができなきゃツアーには出れねえ。
方政治は昨晩のショーでスイートハニーを玉砕、速攻ギターショップへ。故障した部分の説明を受ける政治、大抵やつのやりすぎによることが多い。店員から無茶はするなと、まるで入院患者だ。これめちゃめちゃかっこいいな、あのブルーのやつ。安いの買うかな俺。でもいい音出ないんだよな。俺のギターでは、俺の腕では。3万ぐらい。 No, black. Yeah, can I? Yeah. Take it down. ブラックを勧める店員。 You wanna plug in? There's an amp in the back. Okay. ブルーに変更。早速試し弾きに向かう。ダンエレクトロ、もともとは通信販売用のギター。1950年代に政治のアイドルリンクレイが使用していた。クリーブランドロックンロールシティ、気合が入るぜ。ウルフ御用達の安モーテル、ホーテルに着いたらいざ変身。リーゼントはロックンローラーの命。リーゼントを決めてる時、ロックンローラーは一番気合が入る。ウルフは言った。ライブに行くっつうか、打ち入りに行く感じ。新選組とかすごい好きだし。火星からやってきたロックンローラーに変身した3匹の狼たちは、ロックンロールシティクリーブランドへ。クリーブランドロックンロールシティ、この世で初めて DJ アラン・フリードがラジオでロックンロールと叫んだ街だ。アクセルはもちろん全開。ロックンロール充電中。あのジョン・ジェットがやったところでやるのは嬉しい。映画の中でライト・オブ・ザ・デイ、愛と栄光の日。ロックンロール廃屋満タン。今日はロッキンハニージョン・ジェットと同じステージにキス。ここはウルフの憧れの場所、いわばロックンロールの聖地だ。ウルフロックが今夜ここで炸裂する。聖地の鎧、ショットの革ジャンの襟にはジョン・ジェットのピンバッジ。時折ステージで聖地はそのバッジにキスをする。ロックンロール確認中。それテープ巻いてんの？落ちちゃうんだわ、汗が。うーん、こうやってやったら落ちないことに気がついたの。鳥しかやらないウルフはいつもプールで暇つぶし。すげーよね。ここでもウルフはサイン攻めだ。こっちに来るまで正直俺はここまで人気があるとは思ってなかった。アメリカのキッズも下北のキッズも少しも違いはねえ。大好きなウルフを目の当たりにして、ただ子供のようにはしゃいでる。全身にタトゥーが入った見るからにヤバそうな男が、ライブがはけた後ステージに貼ってあったビリーのセットリストを剥がす。ゲットしたぜなんつって友達に自慢してる。なんて素敵な光景なんだ。ロックンロールの生まれた時にアメリカのキッズが日本のロックンロールバンドに熱狂している。みんなの夢がここに実現していた。それが見れただけで俺は来た甲斐があった。やつらにとってギターウルフは遠い国の憧れのバンド、ファーリーストメン。 Thank you.
出番が近づくと始まる聖司の指折りタイム。セットリストは聖司が決める。オーディエンスの中から一人選び、ステージに引っ張り上げる聖司。ロックンロール初期衝動。ウルフのライブで毎晩繰り返されるこの儀式は、ギターなんか弾けなくてもロックできるんだぜ、という聖司の熱いメッセージだ。
頑張ってね。いや。バチ。今でもあのジョンジェットの映画の中のライブアスでできてる。ノーマル、イリノイ州の田舎町だ。ここでもプロ級の腕前を見せるハスラービリー。曲順を確認し気合を入れた後、ビリーとトールはステージへ。ステージはビールを飲み干し精神統一。一体どれほどのアルコールを体に流し込んだのだろう。ライブの前は泥酔 always。 ビリーの爆音ベースとトールの雷ドラムが聞こえてきたらいざ戦場へ。本日の戦はいかに。この日はクラブ全体が極度の狂乱状態で使えるカットが一つもなかった。ウルフもオーディエンスもどうにかしていた。申し訳ないけど今夜は割愛ベイベー。 Do you like ghetto? Don't jet American rock and roll fucking rules, baby. Ow! US fucking A. Hey, that's a butt talk. That's the real American flag right there. Rock and roll! Yeah. I like people that I know more than... Well, it's a tight fit. Hey, you autograph! I'm just saying, because... Fist! Oh! Come on! You can't fuck me up, man! Can't fuck me You're up! Tough guy! Too tough! Yeah. Too fat! You need diet. No more beer. No more fighting.
ルーズタウン、シカゴ。夏休みと抱き合わせのオイラの独りよがりのワンカムショーも今夜がラスト。ある有名なアメリカのミュージシャンはこう言った。ギターウルフのステージを見ると、どうして俺がガキの頃ロックをやろうと思ったか思い出すんだ。これはライブの完成じゃない、立ち上がるジョーに向ける歓声だ。まるでボクシング。革ジャン脱いだらアンコール。
どうしてあそこまでやるのか理解できない時もある。だけどウルフのステージを見ると力が湧く。俺もライブやりたいとかそういう一元的なことじゃなく、ただ闇雲にものすごいスピードで力が湧く。俺も頑張る、今日から頑張る、絶対負けねえ、そう思える。今まで恥ずかしかったことや口に出せなかったことも全部ぶちまけることができる。ロックンロールの初期衝動を常に保ち続けるギターウルフ。頑張んなきゃできねえあんなこと。頑張ってっからみんなに伝わる。言葉とか演奏とかあんま関係ねえ。あいつらがいるから、ウルフが頑張ってっから俺も頑張る。みんなも頑張れ。頑張るロックンロール。アメリカでは毎日大阪ツアーやってるようなもんだった。なんせ国がでかい。シカゴで俺はウルフと別れた。別れ際にセイジは言った。日本に帰って雄大が仕事してる時、ふとした瞬間に俺たちのこと思い出すよきっと。あいつらまだアメリカツアーやってんだって。
セイジに初めて会った時、やつは俺にこう言った。ステージの上だったら死んでもいい。サンキュー。ロケンロー。ロックによろしく。